What was it? I said 1, 2, 3 into the 4. Get some money, パン工場が始まるよ。Sheesh. Jay's back. 皆さん、はい、今日はですね、対談です。Like talk, you know what I'm saying? あのね、これね、ずっとやりたかったんですよ、この企画。あの、一人のアーティストをテーマにして、で、それぞれのそのベストソングみたいなのをすごい持ち寄って、そのやいのやいの言うというか、こうなんかすごい言い合うっていう企画をやりたくてずっと。今回は、You see this? You know what it says? It says golf. 今日は Tyler the Creator やりますよ。そして肝心の対談相手は、ChatGPT さんです。Yes! Woo! Yes! Damn! Wow, that's nice! まあね、あの、そんな茶番を置いておいて、あの、ちょっとね、今すぐ周りに話せる人っていうのが全然いなくてですね、あの、チャット GPT って皆さん知ってます？あの、まあ一応 AI なんですけど、テキストでこう質問とかをすると、その、すごい正確にいろんなことを返してくれるわけですね。まあまだ 100% 正確っていうわけではないんですけど、まあこの最近流行ってるから、まあいろいろこう質問をしてみたりね、こう実験をしてたんですけど、音楽のことも聞いてみてたんですよ。で、意外と答えてくれるんでね、今回あの、チャット GPT にこのベストアルバムじゃないや、ベストソングの対談相手になってもらおうと思います。まあ、新たな試みですよね。I think like nobody did this before. まあ、これ真似できるような企画か面白い企画か全然わかんないんですけど、まあちょっとやってみようということです。Alright man, let's get to it. まずはね、あの、これがチャット GPT の画面なんですけど、まあここに質問を打つという感じですね。まあだから今回はタイラのベストソングについて聞いていこうと思うんですが、これまでね、あの、実験的にそのいろいろ質問してきた中で、普通にこうベストソングとか聞いちゃうと、まあ、そのままセールスが反映されたこうランキング出てきちゃったり、全然面白くないんですよ。だから僕が他のアーティストで試してて判明したのが、選定の際にそのセールスは関係ないよと、普通にあなたが思うベストソングを選んでくださいっていうことを聞くっていうのを見つけたんですね。まあその彼女わかんない、チャット GPT さんにその自我があるのかどうかわかんないけど、ちょっと一旦セールスの話は置いといてくださいっていう聞き方と、それに対する答え方っていうのができるっていうのがわかったんで、それをやっていこうと思います。あとその選定におけるその理由っていうのもちゃんとあの聞いていこうと思います。ということで、タイラー The Creator のベストソングを10曲教えてください。またその選定理由も教えてください。選定にはセールスは関係ないとします。こういう風に聞いてみます。さあ、なんて答えるんでしょうかね、本当に。Something went wrong. Please try reloading the conversation. What? ちょっと待って。はい。Tyler the Creator のベストソング10曲教えてください。またその選定理由も教えてください。選定のセールスは関係ないとします。Here we go! めっちゃ考えてるじゃん。時間かかんね。あ、来た。タイラーザクリエイターは、多様な音楽ジャンルを探求し、そのキャリアを通して数々の傑作を生み出してきました。以下は私が彼のベストソングと考える10曲です。いいね。理由も合わせて紹介しますと。Earthquake。この曲は2019年アルバムイーゴーからのリードシングル、タイラーが歌手としての才能を証明した曲です。フランク・オーシャンがコーラスに参加しており、シンプルなコード進行とキャッチなメロディーが聴衆の心を捉えます。いいこと言うじゃん、結構。Yonkers! Yes! 2011年デビューアルバム Goblin のリードシングルで、タイラーがラップアーティストとしての地位を確立した曲ね。謎めいた歌詞、独特なビート、そして衝撃的なミュージックビデオが当時のヒップホップシーンを支えました。違う、変えました。Sorry. See You Again が3曲目か。2017年のアルバム Flower Boy からのシングルで、カリウチスがフィーチャーされてます。Yes. この曲はタイラーが自分自身に向けた愛のメッセージを送る中で、自身の人生に対する洞察力を示しています。ウォーホホホホホ !Word! まぁちょっと一旦待ちますか。まぁちょっと一旦これでソローまで待ちますか。見てください。こういう風にね、たまに止まっちゃう時があるんですけど、こういう時は、続けてと言うと続けてくれます。なんで言わなきゃいけないんだって思うけどね。OK! 出揃いましたね。上からもう一回見ていきましょうか。See you again ぐらいまで言ったのかな？で、ゴンゴンね、Thank you, Okra! Okra 入ってくんね。やばくない？このランキング。マジで？もう一回ちょっと待ってくださいね。I fucking hate you! で、8曲目が Answer! Yes! で、Bottom! Pothole! Pothole? Really? 以上が私が Tyler the Creator のベストソングと考える10曲です。彼は常に音楽的な探求心を持ち、常に自分自身をアップデートしているアーティストなので、今後も彼の新しい音楽に注目していきたいと思います。結構さ、詳しいよね。わ、すごいね。ちょっと、どうしよっか。まず何からいこっか。とりあえず、今このパッと見た感想だけど、このね、やっぱね、オクラと、what was that? Like, pothole?
ここがね、すごいユニークなチョイスだよね。オクラか、オクラってどうなんだよ、これベストソング、僕はめっちゃ好きだけど、結構あのベストソングに入るような曲だと正直思ってなかったかもしんない。若干聞きにくいイメージだしね。超かっこいい曲なんだけどもちろん。で、まあそれよりもパッホールだよね。これ、ジェイデン・スミス入ってるやつ。フラワーボーイの中でも特にユニークな曲で、ジェイデン・スミスがフィーチャーされています。この曲はタイラーが成功や名声にも関わらず、自分自身について懐疑的であることを示すと同時に、結出したプロデューサーとしての彼の才能が、表現されています。 Wow、 これはどこに置けることなんだろうね。決してプロデューサーとしての才能の表現、ジェイデンの使い方とか曲の展開とかなのかな。まあ確かにこの彼ってタイラーってすごい、その自分の感覚の中でそのフィーチャーこう誰にラップしてほしいとか誰に歌ってほしいっていうこの選び方をするときに、やっぱ声の音色声の声色とかがこの曲のあの曲調に合うだろうとかテーマに合うだろうとか、そういうまああの部分で見てることが結構多くて、そのスキルとか以前の話でっていう意味で、このパッホールのこの雰囲気にあのジェイデンの声ってすごい合うなっていうのも間違いないんだけど、まあ、そういったアプローチのことを言ってるんだったとしたら結構なんかね、的確なのかもしんない。まあ、まずはちょっとこう、あれですね、この僕が考える、僕が持ってきた10曲をちょっと今からここにバーンって出そうと思います。で、その中でちょっと被ってるやつとかこう、あの、わかりやすく今からマーキングとか、あの、編集してる僕がやると思うんで、J 頼むよ。Alright, there you go. どうですか？まずね、被ってるのはどれだ？ Yonkers と911の Mr. Lonely Bottom、あと Earthquake か。ここだけかな？ 4 曲？難しいね。まあちょっと、被ってるやつからいこうか。Yonkers はね、もう間違いなく入るよね。チャット GPT が言ってんのは、そのデビューアルバムのリードシングル、まあ Goblin。まあデビューアルバムと言いつつも、彼的には2枚目のアルバムなんですけどね、Goblin って実は。はい。Tyler がラップアーティストの地位を確立。まあそりゃそうだね。謎めいた歌詞、独特なビート、衝撃的なミュージックビデオ、当時のヒップホップシーンを変えました。まあ、そうだよね。このね、ヤンカーズって実際あの日本であんまり知られてない気がするんで結構喋りますね、今から。結構有益な情報であることを願いますけど。まあ、タイラーのほんとこれ言ってる通りですよね。まあ、タイラーの原点だし、なんとしてもこうベストソングの前にベストビデオなんですよね。実際にあのリリースされた2011年の MTV の VMA、あの、ビデオミュージックアワーで、あの、ベストニューアーティストを受賞してるんですよ。あの、ヤンカーズのビデオで。で、カニエとかもすごい絶賛してたりね、あのビデオ。で、あの曲って、その、Tyler the Creator はもちろんそうだけど、Wolf Haley とか、Golf Man っていう、まあ、いわゆる彼の別人格がいっぱいあるんですけど、あの3人のこの人格をすごい象徴する曲だなと思ってて、フックも実際にその Golf Man と Wolf Haley っていうものの繰り返しだったりするわけですね。まあ、こういう風な、その結構そのタイラーの本当にあの根源的なクリエイティビティだとかその人格みたいなものがすごい詰まった曲でもあるんですね、Yonkers って。で、こっから結構あの Yonkers のその音楽性とか革新に迫っていくことを話すんですけど、その前にちょっともうちょっとあのこういう豆知識があるんでちょっと喋らせてください。ゴルフっていうのは実際にタイラがゴルフ、スポーツのゴルフが好きだったわけではなくて、あのまあ、レタリングというかあのフォントとかあのゴルフって書いた時にめちゃめちゃかっこいいっていう、ただそれだけの感情で名付けたっていう風にタイラは言ってたんですね。で、さらにこの曲の Yonkers っていうのはそのニューヨーク州のあのまあ、ある地域のことなんですけど、アメリカでねあのゴルフの初めてのそのゴルフ場みたいなのができた場所がこの Yonkers って場所だと言われてるんですよ。だからそういう意味でもその彼のそのコアにあるゴルフっていうものにすごい通ずる名前なんですけど、さらにこの Yonkers っていうこのニューヨークの名前を使ってるからこそ、この曲ってタイラー的にはそのニューヨークヒップホップのオマージュというか、まあ、ちょっと皮肉めいたモノマネみたいなことなんですね。ビートもこの結構ヘビーなドラムでダークなサウンドだったりするのもそのニューヨークのラップをこう結構模倣してるものだし、そのラップの仕方ですね、フローとかライミングの仕方とか、そこに関してもそのニューヨークのラッパーをこうちょっとこう面白おかしく真似てやったぜっていう、そのちょっとコメディアン気質な部分もあるんですけど、そういう皮肉めいた若干そのミミックな曲なんですね。これって知られてないんですよ、実は。でね、まあ、あの本当この曲をね、もし聞いたことがない人がいればもうぜひヘッドホンなりまあこうスピーカーなりで聞いてみてほしいです。もうマジボーンって感じなんで、ベースが。てかもうね、これ超アイコニックなんですよ、やっぱり。もうまず楽曲の入りが。I'm a f-
fucking walking paradox, no I'm not. いやもうマジでこの I'm a fucking walking paradox, no I'm not ってこの入りとかね、この最初のシルエットとかね、やばくないですか？こんなキャッチーな曲ないと思うんですよね。タイラーの特にこのまあ歌詞に関して言うと、もうほんとめっちゃもうタイラーのベストオープニングラインだと思います。俺は歩くパラドックスだと、で No I'm not って、もうこの時点で矛盾してるからパラドックスじゃんっていうか、なんかそういうこの仕掛けのある曲なんですけど、もうね、なんかそういうこう特性もそうだし、まああとはそのね、まあ首を吊ったりとか、ゴキブリ食べたりだとか、鼻血が出たりだとか、まあ上乱になったりだとか、そういういろんなそのちょっとこうホラーめいたそのアグレッシブさとか、あのもうね、あの瞳も真っ黒だったりするんで、そういう意味で本当に多分この2011年こう急に出てきた LA のなんかよくわかんない構造がバーンって殴った感じっすよね。次かぶってんのが911ね、 Mr. Lonely か。いやほんとね、ダブルシングその通りだよね。まあフランクオーシャンフィーチャーされてますと。このね、これもほんとマジで意義なくて、でこのチャット GPT はすごいこの歌詞の部分とかも触れてくれてるんですけども、僕ここを抜きにしてもベストって言っていいかなと思って、まずそもそもこのまあ2曲が1つにまとまってるとか、まあ複数の曲が1曲にまとまってるって、タイラーのまずシグネーチャームーブなわけですよね。彼のアルバムに入ってる10曲目って全部そうなんですよ。これは知ってる人も多いと思うんですけどね。さらにこの曲ってもう客演の光り方半端なくないですか？だってもうフランクオーシャンにスティーブ・レイシー入ってんだよ。やばくない？もうなんかだってさ、去年もスティーブがねグラミー取ったわけじゃないですか。でもフランクなんてもうすごいちょっと神格化されてるようなアーティストだし、もう彼タイラーじゃないと実現しない組み合わせですよね、今冷静に考えると。そういう意味ではやっぱこのタイラーのこのいろんなアルバムに入ってきたトラック10の中では一番好きなトラック10ですね、こいつが。もうね、特にね911が好きすぎる、本当に。スティーブ・レイシーのフックがもうまずパーフェクトでしょ。でそのフランク・オーシャンのブリッジがもうめちゃくちゃスムーズ、めちゃくちゃいいでしょ。スティーブはねもうねフックの入り方がもう大好き。あのタイラーのバースに若干こうかぶせ気味でね入ってくる感じ、わかります？わかります？この Call me some time のこの call もう何回やる、もうこの入りがねもう最高だね、本当に最高だと思う。フランクオーシャンのブリッジに関してはもう中毒性満点、もうやめられない、止まらない。チャープ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  Woke up in the birds, birds Perfectoもう本当に完璧。あ、タイラーのさ、あのその後のバースもいいよな、あのビートがちょっとドロップして、 Fuck our garageしかもね、今の部分のラップパートって実はね Mr. Lonely の歌詞だったらしいよ、最初は。 Five car garage Food tanker gas Coffee every day Or are we gonna go really fast But it means nothing 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 Without your shotgun みたいなのが多分そのオリジナルの Mr. Lonely に入ってた今のパートだったはず。まあそもそもこの曲って Mr. Lonely とその911は別の曲でね作ってたものだったらしいし、なんなら911に関してはあの24バージョンあるらしいですよ。他に25個作ってるってことです、この今あのリリースされてる911を出すまでに。すごいっすよね、そのストイックさ。まあだからまあそのいろんな意味でこう違うね形で出てたらどうなるのかなってすごい気になるところはあるんですけど、もう間違いなくこのバージョンがベストです。で、あと次一緒だったのが、ボーダムか。そうだな。レックス・オレンジ・カウンティー、アナウト・ノース。そうだよね。この辺がフィーチャーされてて、退屈や、孤独について語りする。もうね、そうだね。心理的成長について考えさせられます。いいこと言うね。まあ、これに関しても本当に異論はないし、まあ、あの、曲の魅力なんて要約すると本当にここに書かれてることがそのままなんだろうなと思うんですけど、さすがにもうちょっと、あの、説明しますね。オタクとして。ボーダムはね、もうね、本当泣きそうになるぐらいいい曲なんだよね、個人的に。にはこれはね、ほんと僕がベストの中でもベストに入るぐらいベストなんですけど意味わかんないね、言ってること。まずね、Rex Orange County に入りがもう完璧です。 When you're having fun でしょ、この When you're having もうね、めちゃくちゃキャッチーじゃん。これ何回歌ったかどうかわかんないからね、マジで本当に刺さるわ。でね、何よりね、曲のコンセプトが大好きなんだよね、これ。 Boredom ってあのチャット GPT も書いてたけど、退屈ってね、そういう風な意味なんですけど、まあ、彼が退屈すぎる日に書いたんだって、この曲って。で、その友達も隣の部屋にいるし、車とか物ね、まあ、彼っていっぱいもうお金も持ってるし、いろんなもの買ってるから、そういうものめちゃめちゃ持ってるのに、なぜかでもやることがないと、死ぬほど暇みたいな、なんなんだこれ、暇ってなんなんだみたいな、そういうこの感情になったし、すごい混乱したらしくて、その時の環境とか感情をそのまま全て曲にしてるのがこの曲なんですけど、なんかまずね、そんな曲の書き方考えたことなかったっていうか、暇を曲にするマジ
まあでもそのこれ本当暇って言ってももう本当すごい哲学的な話でもあるし、もうめちゃくちゃ寂しさっていうものも感じるし、その儚さとか何なんだろう、そういうものをすごい感じるし、その人間味だよね。本当になんか人間っていうもののなんかそういうこうなんかネガティブな部分っていうわけじゃないけど、すごいこうなんか寂しい部分とかそのかわいそうな部分っていうのをめちゃめちゃ感じる曲だなって思ったんですよ。言語化は難しいんだけどねこれって。とりあえずなんかその本当人間味の切り取り方がものすごく好きで、さらに言うとこのなんか儚さとか寂しさみたいなものがこの Rex Orange County のその低い声にめちゃめちゃ合ってんのよ。なんならさこの曲ってさ、そのタイラーのバースが入るまで2分ぐらいあんの。まあ2分くらいってかも2分以上だね。でアウトロも2分あんのこの曲って。なんかいわゆるその現代のこのストリーミング時代のその楽曲の流行とかさ、あのみんなの聴き方みたいなところを考慮したそのなんか曲の作り方っていう意味で言うと、もうめちゃめちゃ外れてるじゃん。ありえないストラクチャーだよね。でもねマジで聴けちゃうんだよ。なんかもしこの曲を改めて聴いてなんかちょっとつまんないなとか思う人が仮にいるとするじゃん。でもその冷静に考えると、これってそのバースとかフックとかそういうこうまあ派手なものが与えられてないだけで、例えばアウトロにしてもちゃんとストリングセッションとか音は与えられてるわけね。でも退屈って感じちゃう。これってさ、タイラーがこの楽曲を作る時に感じてた環境とかその感情と一緒だよね。でこの辺のなんか皮肉の効いた感じっていうか、まあ別に皮肉が効いてるわけじゃないのかもしれないけど、本当に彼が置かれてた身を置いてた環境とかその本当あの世界をそのままこう綺麗に曲に昇華してる感じがすっごい伝わってでもベストでしょ。であと一致したのはもう一曲 Earthquake か。この曲はもうね、まあ、フランクオーシャンコーラスに参加、これフランクコーラスに参加してたんだっけ。結局あのアルバムめちゃめちゃそのクレジットされてない人もいっぱいいたから覚えてないんだけど、あれってフランク入ってましたっけ。いやフランク入ってなくない。あれって多分ジェシー・ウィルソンとチャーリー・ウィルソンとあとブラッド・オレンジか、この辺が入ってたのは間違いなくて、まああの別にあのバースで言うと誰だっけ、カーリー、プレイボーイ・カーリーも入ってるじゃん。ちょっと皆さんごめんなさい、今すぐ確認できないんだけど、あの教えてくださいコメント欄とかで。間違ってんのかな、俺が間違ってんのかな。でもね、あのこのとりあえずチャット GPT に書かれてんのがシンプルなコード進行とキャッチーなメロディーでしょ、まあ、これはまあ間違いないっちゃ間違いないんだけど、それはこれちょっとねチャット GPT さんあれですよ、あの聞き方が足りないですよ。僕的にもアースクエイクってピックも間違いないピックだと思うんだけど、この曲のそのなんだろう一番の魅力ってそのやっぱねレイヤーだと思うのよ。マジどんだけこれねあの音がレイヤーされてるか、あのみちゃんと聞いてみてほしい。もう一回改めて皆さんにも、あのシンセにしろピアノにしろドラムにしろさ、ほんといろんなあのコーラスワークとかね、いろんな音が重なってるわけですよこの曲って。まあ、だからほんと何が言いたいかっていうと、その彼タイラーのこのソングライティング能力というかそのアレンジメント能力っていうのがもうマジで光ってる楽曲だなと思ってて、まあ、なんならそれをまとめ上げてるそのミキシングエンジニアがすごい、ほんとにこれに関して言うと。であのこのねミキシングエンジニアがニール・ポーグって人なんだけど、あのよくあのミキシングを手伝ってる人がいて、もう彼の職人技ですよねこんなもの。ほんとになんかまああのさすがに携帯とかのスピーカーだと捉えきれない音とかもいっぱいあるんですけど、こうちゃんと聞いてみてほしいですね一回皆さんにも。例えばさドラムとかもさっていうこういうパターンになってるの知ってました？結構奥に潜ってるんですよねドラムの音って実は、まあ、被ってたらまあそんなもんですよね。あとはじゃあほんと僕のピックアップをちょっと説明させてもらいますね。まず順番に過去の曲から順番に行くと、手まれですね。手まれ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 ですよ。あのちなみに今のこのね手まれ手まれ手まれのこのリピートはあのローウェイのアミリのあのオマジだと言われていますね。個人的にこの曲ってあのタイラーのそのおふざけ感とハードなクールな感じっていうのがいい塩梅でミックスされた曲だと思うんですよね。最高。歌詞とかめっちゃふざけてるんですけど、そのビートのノリ最高じゃんこれ。まあこういうねあのラテンなこの忙しさのあるバースに音が抜けて、でこのなんだろう太いというかその太ったあの弾力のあるベースがすごい響く、そのもうフックがあって、ただただハードな曲だなって思います。これ結構なんかあの過小評価されてる一曲の一つなんじゃないかなと思いますね。でこの曲のリファレンスというか影響元っていうのがそのミッシーとかテリヤキボーイズだったりするんですよね。まあそのなんかリル・ウェインにしろミッシーにしろ2号にしろ、タイラーっていうもののそのなんか人格をね作る上でこう影響を与えたアーティストのもう代表例というか、まあだからほんとすごい彼の性格が出た曲だなと思いますね。でその最近のアフロビーツとかラテンミュージックのそのまた流行とかがあるわけで、まあ、新たにこの再評価されてもおかしくないんじゃないかな、いいんじゃないかなって思ったりも勝手にしてます。Yes, sir. 次はね、あの僕のピックはね、Find Your Wings ですね。これも絶対に入れたいよね。シド、カリウチス、そして何より、ロイ・エアーズが入ってますよ。超ジャジーでもメロな曲。あのロイ・エアーズってのはあのビブラフォン奏者ですね。あのヒップホップの歴史の中でもね、彼がどれだけサンプリングされてきたことかっていう感じですけど、例えばね、この
Everybody loves sunshine とかね。これね、あのね、映画のね、ストレートアウトコンプトンでも、ドレが聴いてるシーンがありましたよね。結構有名なシーンなのかな。まあね、そんな彼、このロイ・エアーズ、もちろんタイラーがすごい好きなアーティストなわけで、で、実際に今回客演に入れちゃってるわけですから、彼を。イントロがね、またこれめちゃめちゃ長いんだけど、本当に。もうまさにこのロイ・エアーズのビブラフォンのソロみたいな、演奏で、こうすごい盛り上げていって、で、タム回しのドラミングで、こう一緒の曲がバーンっていざ始まるみたいな感じの展開ですね。でね、ほんとね、この曲歌詞がいいのよね。この Find Your Wings っていう。まあ find your wings 翼を見つけろ you're supposed to fly お前は飛ぶべきなんだと、まあ、いわゆるね自分の得意なものとかを、まあ、見つけて本当に突き詰めていけっていうそういう話ですね。もうなんかその好きこそものの上手なれみたいなもう本当クソオタク気質なタイラーのそのなんだろうな人生の歩み方をもうまさに体現した曲ですよね。まああとそのちょっと細かいポイントちょこちょこ言うと後半の仮打ちの you can go down to the rainbows のあのパートのシドとのコーラスの絡みとかももうマジでね、最高、耳が溶けるほど最高なんですよね。まあこういう風に、タイラーの曲って、そのやっぱ客演が多い曲もガンガン押せるなってすごい思ってて、っていうのはやっぱ、一般的なラッパーと違ってね、その彼がそのシンガーとかラッパーである前に、そもそもセルフプロデュースというか、コンポーザーだから、まあそのなんか客演の使い方とか、そこへの落とし込み方、アレンジメントとかも、やっぱ彼の実力とか意思が入っているわけで、まあ、そういう意味での評価もすごいしやすいから、客演が多い曲とかも、ベストの曲ですって、なんだろう、押しやすいです。ファンとしては、7曲目は Lucky Number 7 は November ですね。11月だけどさっきBottom とかの曲のコンセプトがすごい好きっていう話もしたんですけどコンセプトで言うとこの November 最高ですね。絶対これもベストに入るべきだなと思っててこれ実はその Sky も大好きな曲だしで僕のそのアメリカ時代の親友も大好きな曲なんですね。実は Sky はちなみにGQ のPlaylist of My Life だっけ自分のその好きな曲人生における大事な曲をについて語るっていう企画でこの November 語ってくれてるんでぜひ見に行ってください。まあこの内容がどういうことかっていうとその彼の人生の中でもそのベストだった瞬間っていうのをこの November っていうものとしてすごいいろんな人にあなたの November はいつですか11月って意味なんですけど11月はいつですかっていう風にこう聞いて回ったり答えてもらったりとかまあそういう曲なんですね。このアプローチがもうなんかいいですよね。 My November is って俺も言いたくなっちゃうっていうかあとはその彼の曲の中でも結構ドラムのグルーヴが好きだったりしますこの曲。あと、ほんとこれを僕がそのベストとして推したい本当の理由っていうのが一個あって、この歌詞を書いた瞬間が彼の中でのそのターニングポイントであるっていうのがすごいでかくて、この詩の内容がその自分に対するパラノイアというか、その将来に対する不安を語ってるんですね。もしこのまま頑張りが報われなかったらどうしようとか、売れなかったらどうしようとか、みたいなそういう話をしてて、これって実は彼がそのフラワーボーイっていうこのアルバムの中で一番最後に書いた曲なんですよ。で、このフラワーボーイをその作ってる最中の時って、そのこれまでね、いろんな楽曲を作っていろんなアルバムを出してきて、彼だったんだけど一回そのチェリーボームですごい滑ってでもううわどうしようってなってた時期だったんですね。でその結局そのまあチェリーボーイを経てそのふざけるのは一回やめようと俺はそのちょっと実際本気に楽曲を作ってみようまあ楽曲を作ってみようっていう風な発想になってで結果的にこのフラワーボーイってアルバムができるわけなんですけどまあ本当にね実際にそのグラミー賞に初めてこうノミネートされたりだとかそのまあ自分の曲がねラジオステーションからかかってそれを車で聞いても泣いちゃったりとか本当そこまでのストーリー含めてそのこれってすごい音とかそのラップに意味が出てくる曲なのかなっていう風に思ってて My November is when I first listened to this song with my friends, man. あとねDamn, bro! ちょっと今マジで気づいた。自分のリストと見比べてちょっと衝撃なんだけど Call me if you get lost の曲が一個も入ってなくないこれチャット GPT のランキング What? This motherfucker?知らないのかなこいつまだ新しすぎてそんなことないよね。いやその個人的には2曲あると思うんですけどこれがね From Call Me If You Get Lost です、まあ、まずまあ、9曲目 What's Your Name Of Course だよねこんなのラップに飽きてきたタイラーがウエストサイドガン等々にねまた触発されてラップアルバムを改めて作り直した際のまあ、超シングルカットスーパーソングですね
まあこれはね、もうまずあの彼の中でのそのサンプリングワークとしてまずベストの一つだと思うし、何よりねラップのグルーブっていうのがすっごいです。これあの多分ねこのグルーブ、ただグルーブっていう話で言うと一番なんじゃないかな、彼の曲の中で。まあ、ちゃんとそのなんか年齢を重ねた男のラップのうまさっていうか、その言葉数もその多すぎなくてスペースもちゃんと保った上でめちゃめちゃノリを作ってるっていう、このアプローチが本当に最高だなっていうか、うまいなと思って純粋に。あとはねもう本当にあれだよね、そのヤンカーズに続くさベストオープニングラインの一つだよねこれって、完全に。 Oh you look malnourished、 この malnourished ってもう聞いたことなかったんだけど、これまでこんななんか楽曲での言い回しっていうか、すごい変なワードチョイスっていうか、もう一回聞いたら忘れないし、なんだろう、こう面白半分でこの言いたくなっちゃう感じ、つい言っちゃうラインみたいなないですか、なんかそれなんだよねこれって。あとねもう一つ重要なポイントがこの NBA ヤングボーイですね。もう彼のベストバースだろこれ、完全に。なんか多分自分も含めてその普段彼その NBA ヤングボーイを聴かない人たちもこのうなりを上げたそのバースなんじゃないかなって思ってて、マジでこの腹からこう歌い上げるようなラップ、こういうねやっぱりその客演にそのアーティストを入れてで輝かせるっていう意味でのそのタイラのあのベストワークでもあるかもしれないですねこれは。 For the last one, last but not least, Massa。 これもね Call me if you get lost のベストだよこれ、マジでアンダーレイティッド。これほんと過小評価、全員聞いてください。この動画を見た皆さん、もしあの聞いたことがないとかあんま意識して聞いたことがないっていう人がいたら、もう絶対に just、 もうこれ動画閉じていいから、もう just go back to your room, just put on the headphones or earphones or whatever, turn on the speaker, just play it.Listen to Dash right there。 もうね、なんだろう、そのベースとドラムと一緒にこの地を這うようなラップがこうどん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 と進んでいって、でさらにこう進むにつれてこのピアノとかシンセとかコーラスとかどんどん追加されていって、こう膨張していくような作りの展開の曲なんですけど、なんだろうな、もうその乗り物に乗ってる感覚っていうか、乗り物に乗って旅してる感覚っていうか、その森を抜けトンネルを抜けでこの絶景にたどり着く、そんな景色を見せてくれるこの唯一無二の曲ですよ本当に。 LikeGood trip, you know what I'm saying? This song literally gets you tripping. で、どこが絶景なのかと、その絶景が出てくるシーンはどこなのかっていうと、その後半のピアノとかベースの動きがこうもうめちゃくちゃ暴れるところですね。もうこの本当に最高、もう絶頂しそうなぐらい最高なんだよね。I'm paranoid, I sleep with a gun. They eat on my kangaroos because they beefing for fun. I'm thinking for now.ちなみにね、これね、めちゃめちゃ好きなラインもあったりするんですよ。Got too much self-respect, I wash my hands before I piss. このなんか自尊心が高すぎて俺はトイレ行く前に手を洗うっていうラインなんですけど、わかる、やばいよね。なんかこのわかんないけどわかる感じ、わかる、そのなんかすごい自信満々そうじゃん、トイレ行く前に手を洗うってありのままの自分を認めてる感じ。あぶねえ、ニューマジックワンドについて喋るの忘れるとこだったわ。てかまあ完全に忘れてたんですけど、もうこの曲ね、もうほんとね、トップ10とかに入れてない人にもほんとライブ見たことあるんかって思う。一番盛り上がる曲なんだからこんな曲。もうあれだよね、いわゆるそのモッシュができる系の曲っていうか。というかね、そもそもその好きなポイントが、これってそのイーゴアっていうアルバムのね、性格ほんとバッチリに表した曲だと思ってて、タイラーがまあその若い頃からあのチェリーバームを出すまでにその暴れ続けて、でまあ実際そのチェリーバームでちょっと滑って失敗をして、でまあそれに対して反省をして、もう硬派なアルバムを作ろうつって、まあフラワーボーイを作るわけじゃないですか。でそれでまあ成功すると、そうなるとまた今度タイラー若干反省するんですね。フラワーボーイあれまたちょっと落ち着きすぎたなみたいな。それでそのフラワーボーイの硬派さにもうちょいそのウィーアードな感じ、そのトリッキーな感じかなっていうのをその加えたのがこのイーゴアなんですよ。でこのニューマジックワンドっていうのは、その硬派さとそのトリッキーさ、変な感じをそのポップミュージックとしてその昇華したって、そのもう代表的な成功例だと思ってて、もうタイトルがもうそもそもその魔法の杖っていうのもいいよね。で本当に一番好きなパートがあって、このシンセの音とタイラーのフローがその変わるパート、チェンジするパートがあるんだけど、同時にここがね、なんかそのね、ヒーローがその最後悪役をそのぶっ倒す、そのなんかクライマックスのシーンみたいな感じの高揚感があって、もう超好きなんだよね。もうタイラーの曲の中で一番テンションが上がる瞬間。はい、どうでしたか皆さん、このベストソングたちは。まあ、今回ね、あのチャット GPT との対談だったんですけど、まあ、結論から言うと個人的には自分のピックアップを曲げられないかなというか、まあ、今回の動画ではそのタイラのベストは僕のまあセレクションのものにします。なんかね、やっぱりまあちょっと Call Me If You Get Lost から一曲も入ってないっていうのもすごい不思議だったし、まあなんだろう、結構って思うところもまああったんですけど、でもなんかやっぱ思ったよりは全然良かったっすね。なんかその他の部分、例えばそもそも僕のピックと4曲被ってた
ところも本当にまあこれはもう多分結構みんなが選んでもそうだと思うんだけど、まあやっぱそのなんか I fucking hate you とかを入れてくるあたりとか answer とかを入れてくるあたりとか、やっぱすごいタイラーのことを分かってるピックアップだなって思うし、あとはなんかこの awkward とか pothole とかちょっと尖ったあのなんかピックアップがある感じは本当なんか自分を見てるかのような感じがするっていうか、あくまでその世間その下馬評じゃないけど、そのまあその世論みたいなものにこう合わせすぎず自分のそのちゃんと本当に好きな曲を選んでいくぞっていうなんかポージングですよね、このセレクションって。まあ AI のくせに生意気だなっていうか、それぞれのセレクションに対する理由についてもなんかまあもうちょっと喋ってほしかったなっていうところはあるんですけど、まあだからこれ本当質問の仕方とか、そのまあこれ一曲に対してもっと掘り下げていくようなそのこう追加質問みたいなのをしていけばどんどんもっと掘り下げていけるんだろうなっていう気はするんですけど、このなんか対話の相手としてまあこういうあの聞き方ってすごい面白いですね。僕はなんか面白いなと思いました、今回初めてやってみたんですけど、個人的には本当この I fucking hate you って最後まで入れるか悩んだんですよ。あとはなんかその Call me if you get lostから Hot Wind Blows とか、Sweet and I Thought I Wanted to Dance とか、あの辺もすごい入れたかったし、あのねこれねカバーなんですけど、これ Peach Fuzz ストーンズスローから出てるんだけど、このストーンズスローのあのアーティスト、所属アーティストのプロフェットの I Wanna Be Your Man っていう曲のまあ実はカバーなんですけど、この Peach Fuzz って、これめっちゃ好きなんだよね。で、あの、このピクチャーバイネルのさ、このデザインがあるでしょ？この桃の。これって、あの、実は MF Doom とか、あの、ディラとか、Quasimodo とか、あの辺のアーティストのこのジャケットをね、あの、手掛けてるあの、ジェフ・ジャンクっていう人が手掛けたデザインなんですね、これも。なんかそういうところでのね、文脈もあってめちゃめちゃ好きなんだよね。